日の出のため、巡礼者で混んでいたワーラーナシーのダシャーシュガメーダガート。1996年11月撮影。ガートは、南アジアの多くの地域に見られる、池や川岸に設置された、海岸上の浸水施設。水地や洗濯場のほか、水にまつわる場所を申請しするヒンドゥー教徒の沐浴や、奏霊の場として用いられる。ガートは水位に関かかわらず、 水へのアプローチを可能とする施設であり、その形態は単一の階段のみの小規模なものから、複数の階段がテラスや寺院、宮殿と複合した大規模なものまで多様である。ヒンディー語を話す地域では、特に聖地のアーラーナシーのガンジス川西岸に接するガート群を指し、マニカルニカーガートなど多くの宗教上意義深いガートがガンジス川とナルマダ川に接して位置している。 ガートとは海岸上の地形の総称でもあり、ゴッツのように頭文字が大文字で書かれた場合、ゴッツはインドの険しい山脈である西ガーツ山脈と東ガーツ山脈を表すのに多くの場合用いられる。それらはインドの東西の海岸沿いにそびえる山脈であり、密林によって覆われている。ありがとうございます。